西野です。奈良です。さあ、いらっしゃい、よろしくチャンネル。画面が外れるのやめてください。外れたらうまいこと、うん、面白面白自画自賛ですね。今日ははいちょっとね、はい、皆さんに言いたいことがあるということでございますが、はい、皆さん何でしょう。仕事ってサボるもんじゃないですか。ひろゆきひろゆきさんの感じ。いや、ちょっとそういう感じせえと言われてますけど、仕事ってサボるもんじゃないですか。とんでもないこと言ってますけど。違う違う、仕事サボるっていう感じに飢えて言われてるけど、サボるとは思ってないです。サボってもうたというね。あやつり人形感出さんでちゃんと自分が自分がこの企画をやりたいんだと。やめてくれ。熱量出してください。仕事をね、まあまあサボってたんですよっていう話ですかね。仕事はね、僕はだからどうや、だから言うと漬物屋で働いてたわけです。漬物屋って聞いただけでもおもろいわ。前の商談の話が。で、あれはトラブルやんか言うたミスでしたけど、仕事はどうサボった方がいいかなっていうことを教えてくれたらいい。どうサボったらいいっていうか、サボりの話でしょ。サボったことあんのまず。まあ、ありまくりよそれは。じゃあそれを教えてよ。どういうサボりをしてた。どういうサボりをしたか。うん、で言うと。取引先に行く時間決まってるわけよ。ここにアポ取るから、はい、この日行かせていただいていいですか、はい、っていうことを言うわけですからね、はいはいはい、だからその日にこの時間行きますと、うん、で何件か回っていくわけですけど、うん、合間がどうしてもこの時間無理やなって言うと空いてしまうわけですよ。はい、合間ね。それは合間に何をするか、うん、車の中で2時間半車の中で2時間半席を全開まで倒して寝るというね。お寝たくないのこっちも。お、え寝たくないのに時間があるから、うん、って言いながら2時間半です。嘘つけ。嘘だ。誰かに無理やり寝かされてるみたいな。なんなんその表現。絶対嘘。やることがなくなってもある。やることなかったらその次の現場の予習とかしたいんじゃん。でもそんな予習するのもなんもないから。え、予習したとて。あ、そうなの。え、それ、漬物屋？漬物屋。一時、絶対な、そんな3、40分で起きてまうね、うん、絶対。え、そんな、仮眠とか取ってたらミスしたんじゃない？仮眠とか取らない。運転がすごいからね。あ、3、40分寝るけど、ほんまもう、そっからのね、3、40分寝た後の2時間弱ぐらい。うん。苦痛よ。頑張って寝るって言う。頑張って寝る。頑張れって言いながら寝る。うん、どんな人生なの？寝るとき頑張れって言ってんの、自分で。この合間に、出会い系とかするわけですよ。出会い系で、その合間とかで、時間から出会い系とか、興味あったから、そのどんな何やろうとって、興味で課金するわけですよ。課金メッセージやりたいでいい。ガラケーやったんですけど、その時は。メッセージしたら、僕一回ね、和歌山の新宮っていうところ、イオンでっかいね、あのイオンがあって、そこで待ち合わせするみたいな。ほう。で、まあ、1000円入れて、何回からやるとき、ここにいるよとか言って、あ、俺も着いたって、もうちょっと着くね、あれ、ここどこだとか言って、絶対毎回どっか迷子なんだよ、そいつ相手が、うん、で、そのやり取りで、もう2、3000円使うわけよ。で、イオンのこの正面入り口おるって、あ、正面入り口そっちかとかやるよね。一生正面入り口つきようよ。でもメールメール、うん、正面入り口なんで、すぐつくやん。正面入り口につくのに、20通ぐらいやり取りする。課金して、うん、ほんでそういう感じで過ごす。あ、出会えたの。出会えるわけないやん。え、出会えんかった。桜やもん。うわっ、絶対桜、うん、やばっ。桜にだから2万ぐらい使ってますから。最悪やん。ほんで2時間半仮眠して、そう、桜で辛かったから2時間跳ねるみたいな。体力回復する。きつっ。サボってええことないやん。で、まあ、あとそうですね、あとまあ営業のね、やっぱり営業の人がやっぱ一番あれかな、一番活用してるとこじゃないかな、うん、ブックオフね。え、どういうことですか。ブックオフに営業ってこと。ブックオフでね、本当にもう長いとこ4時間半立ち寄りします。めっちゃたまってるやん。4時間半立ち寄り、しんどいよ。しんどいだよ、こっち。指令が来てるってこと。もう頑張れ頑張れ、足腰で。俺もこうやってずっとよ立ち、もう1時間ぐらい経ったらもう足がさ、しんどいんだけど、うん、頑張れ頑張れっつって、うん、足腰叩いて漫画死ぬけど思うのよ。欲望のまま読んでるだけやろ。死んだ我慢じゃん。え、なんそれ漫画を読んでた。漫画読んでた。嘘、ずーっと、うん、4時間半も。4時間半そんな終わっちゃうんじゃん、ね、でもほんまにね、これ注意点があります、注意点、はい、エロ漫画読んだあかんっていう。なんで集中力途切れます。
エロ漫画。そうです。あの、なんていうの、商談の時全く身が入るよね。そればっか考えてますから。エロ漫画読む。エロ漫画を読むな。ちょっと待って、商談の前にエロ漫画読んだことあんねや。エロ漫画で、すごい興奮した状態で。興奮した状態で行くと、やっぱもう別に商品売れようが売れまいが関係ないから。やばー、マジでよくないこれ、ほんま。ブックオフ行ってもいいけど、エロ漫画読むな。え、これサボったらあかんよってこと？サボってええけどってこと？サボってもうたねっていう。サボってもうてるから、うん、みんなもサボっていいよって。いや、まあまあでもやることやったらってこと。数字さえ取れる。みんなのサボりなんて大したことないよってことだ、うんうん、まあサボるのはね、うまくサボれたらいい。うまくサボるといい、うん、まあね、それでうまくサボったの教えてよ。うまくサボるで言うと、最後の商談が7時ぐらいから19時から商談ですと入ってくんねんけど、あの報告書には、はい、本番も16時に終わってる。え、それどういうこと。嘘ついてるやん、うん、まあまあそれでもやることやってることは一緒やから。うん、え、ものすごく早く宿に着いて、うん、釣りするって。やばっ。商談やと思ってるやろ上司の人は今、うん、今頃商談やから。もちろんあれよ、電話とかも常にポケット入れてるから、うんうん、え、でもさ、もし釣れへんなって、うん、なってるわけやんか。でもし電話かかってきたらと思いながら、はい、もしもしーって。うわ、ほんでちょっと待ってくださいよそれ。はい、またほら、すぐ手配します、お願いします。うわ、あかんあかんあかん、めちゃめちゃサボってるやん。ほんまに嘘ついてたやん。じゃあ、うん、いや、商談、まあ、でもそれはもちろんやることやってるわけですからね。商談はやってんのか、うん、じゃあ何がダメなんですか。標準語なんていうの。あ、これも言ってたね、あの、とんでもなく 4,5 時間の時あんねんけど、これもまあまあおすすめしてないですけど、はい、風俗。うわ、そんなんが許せない。それだって発生してるんでしょ、給料。給料発生してても、まあまあ、うん、まあ、基本給ですからね。基本給やから、そんな関係、うん、自分の自腹よ、もちろん。うん、いやいや、分かって分かって、それ経費で言ってやばい。そこまで言ってないけど、でも風俗行ってことは知らないでしょ、自腹でね、うん、俺の金やで。いや、分かって分かって、正論みたいに言うのやめて。良くないことはしてるから。え、それさ、あー、こんなんしてあかんなっていう気持ちはあった。じゃあね、あのな、風俗行ったらな、このブックオフでエロ漫画を読む以上にやる気なくなるのよ。おう、早く帰りたらんねん。え、その後にまたあんの。その後商談。え、商談前に風俗行ってんの、やばない。やばい。え、そんなんさ、え、ほら、もうネチョネチョの手、ネチョも綺麗に洗うよ。いや、分かってる分かってる。そのローションまみれでこれがビヨーンじゃないのよ。このあの、なんてこの漬物持った時に糸引くとかないの。ないんですけど。なんか手ハンドル、ハンドルぬるぬるやないかとかないのよ。ないないです、しっかり洗って行ってます。え、なんかほてった顔では行ってるよね。ほてった顔というか、うん、これこんな感じで。いやいやいや、絶対どっか行ってるやん。え、じゃあ買いといて、釣り風俗、うん、合間に。えぐいな。あ、そんなんもしてたんや。ちょっと衝撃やねんけど。あとなんか本当に数字めっちゃ結果伸ばした時は、はい、会社であの、まあまあ、なんていうか、あの出張じゃないときね、うん、まあ、会社にいるわけですけど、はいはい、ちょっとあの工場の様子見てきます。工場の様子、そのまま漬物の、そうそう、自分の寮に直行して、え、2時間寝る。寝てましたね、やっぱ寝る子は育つと言いますから、ね、もう真っ赤な嘘やんか。工場行ってきますって、それはなんて言われるの。お、行ってらっしゃいって。行ってらっしゃいとか、ちょっとあの、別にそのずっと席でやらなあかんわけじゃないから、なんかちょっと様子おかしい感じですか。どうした、あの漬物どうなったみたいな。あの漬物どうなったっていうのは嘘ね。あの漬物どうなったなんて思ってないでしょ。あれどこやったとか言いながら2時間。ほんで上司の人が、工場どうやったって。うん、いや、そうです、ちょっと見つからなかったんで、また探してきます。おー、怖っ。めっちゃ怖いやん。めちゃめちゃサボってるやん。仮眠解除で、仮眠寮に仮眠。サボり癖があるやんね。うん、お笑いはどうですか。お笑いはサボってないか。お笑いはネタ作りの時、ちょっと作家さんと西野がバーってやり取りしまくってて入れへん時、うん、うん、Amazon 見てます。あ、俺いつもあの携帯ずっとそこ眉間にしわせてやってるから、なんかそういう案的なのをメモってんのかなと思っててんけど、あれ Amazon だよ。 Amazon 見て、なんか欲しいのないかなって。欲しいものとか。それなんで一緒の空間でそれできんの、それ。一緒ネタ作ってる時に、うん、
欲しいものリストにすらないまだ俺が欲しているもの何かってさ。せんでええやろじゃん。なんで言わせなあかんそれ。ちょっと待って、もうないですか。もうラもうお前もあるやろ。でもなんか俺俺はほんまに、だから俺が言ったのは、あの線路工事のバイトで、こう入り口と出口やとしたら、これ10キロぐらい、わからん、5キロぐらいかな、わからんけど、トンネルのこの 2.5 キロ地点でずっと三角ゾーンして、6時間過ごしたってなるから。時給何枚だっけ？時給、4000円ぐらいかな。お前それさ、鉄道のその真ん中に座って時給4000円もらうなよ。マジで。こんな仕事やねん。あー、で俺バイトでもあったな、そういえば。いや東大阪の工場で、うん、めっちゃ作業させられてて、うん、ひたすらさでっかい箱に入ったネジをさ、うん、ネジパンパンに入ってんねや。ネジあのちゃんとネジ穴ってぐるぐるなってるか確認せえって言われて、うん、派遣やからめっちゃ雑に扱われんだけど、うん、あ、おいでしょーっつってネジを見て OKOKOK ってやんだけど、まったくおかしなってくるの。1時間もやったらまったくおかしなってくるの、はいはい、ねえもう全部一緒やんやってきて、うん、こっちいっぱい入ってる。ガサッ！え？で、しまった。もう一個やってさせて下ろせよって言ったら、え？社長。社長に見られた。なんしてんねん。わかりません。カレー飯や。そん時から。その時カレー飯や。そん時がわかりません。それで決まったんや、カレー飯。すごいな、縁が。あとえ、そのネジ、何のネジ言ってた。いや、分からへん。何のネジが分からへん。え、何のネジが分からへん。ネジを見極めるみたいな。ネジ見極めんねん。何がなんだ分からへん。何が間違ってんの。見てるもん。頭おかしなったんや。頭おかしなって。うん。ねっもう頭おかしいやん。でーっか。社長見てて。分かりません。分かりません。地獄地獄。ダメダメダメ。あと、プラスチック透明かどうか見続ける仕事。うん、見つ…んでーし！もうええわそれ。でーってやつ。クソピタゴラスイッチ。もういいです。はい、もうだから、ななさん、社会人の皆さんに言いたいこと。あの、ちゃんと、ごめんなさい、本当に僕は全部悪いんで。あの、マジで。さ、あ、サボるのも仕事ちゃんとやった人のみが許される。いやいや、違う、そのや、カットカット。あの、そうなんじゃなくて、あの、ほんまにあの、サボれっていうのを言ってちゃう。それ言われへん。ええ、言った方がいい。はい、はい。サボれどういうことですか、それ、サボれって。社会人の…これ以上は言いたくないです。社会人の人に、うまくサボったらいいよってことを教えたいでしょ。だから僕が悪いとは思ってないですよね。僕が悪いと思ってません。はい、ということで、あさ一切反省してないということで、反省せなあかんで、それほんまにめちゃくちゃですけども、皆さん反省する気ないです。うん、皆さんがこんなに反省してない、サボってもこんなサボっても反省してないんで、皆さんも多少のサボりはやってもいいですよということでございました。